こんにちは、ネイエ設計の畠山です。広報の川崎です。今日はこちらのお家を畠山さんにご紹介いただきます。よろしくお願いします。お願いします。すごく立派なお庭ですね。そうですね、この入ってくるところから、はい、こう庭を長いところを見せてあげることで、うんうん、深みのあるこう庭を見せてあげてます。どのぐらいあるんですか？これで10メーターちょっとぐらいあります。そんなにあるんですね、はい、で あそこにもちょっとしたテラスが見えたり、はいはい、まあ、実は後から裏の方にも居場所とかがあるので、はい、そのあたりも楽しみに、ね、はい、はい、じゃあ後でまた見せていただきたいです。はい、この軒の出が想像以上に出てるなっていうふうに思うんですけれど、ね、はい、これはどういう理由でこうなってるんですか？これは、本当に、まあ、短いところでも1メーター20センチぐらい、ここですね、はい、はい、でもうプラス1メートルぐらいありますので、この玄関のところが、はいはい、そうすると1メーター2メーター以上あるので、うんうんうん、これ玄関先でこう傘を開いたりとかできますし、はい、こうテラスのところも深い、本当ですね、はい、できるので居場所として雨が降っても居場所がある、十分雨宿りできる、あ、そうですね、長さがありますものね、はい、もう一つ気になったのが、はい、私たちが通ってきたアプローチとは別に、はい、段差があるんですけれど、はい、これは何用ですか？あ、こちらはですね、はい、そちらの方からお客様を出迎えるアプローチ、はい、で、はい、こちらの方は、ここに車を止めていただいて、はい、でここから降りた時にも雨に濡れずに、はい、そちらから入れるようなアプローチとして2つの入り口を用意しています。こちらが造作の玄関ですね、はいはい、取っ手は真鍮ですか？あ、真鍮ですね。造作のドアですね、はい、のメリットとしてはこういう取っ手とかも自由に選べることができますし、この部分ですね、はいはい、で鍵の種類とかも合わせてあげることで、はい、こう統一感のあるデザインにまとめれますし、うん、あとは風合いも経年変化の風合いとかもすごく楽しめると思いますので、そういったメリットがあると思います。じゃあ早速お邪魔します。こうしてみると、はい、すごく軒の深さがよくわかりますね、はいはい、あ、そうですね。あっちの玄関からこっちまでずっと続いて見えるっていうことですよね。あ、そうですね、抜け感が演出できるようにしてますね。広い。こちらは、キッチンとダイニングですね、はい、こちらは既製品のオールステンレスのキッチンになるんですが、はい、ちょっとした工夫でこの天板のところとかはこちらで設計してネイエで設けてますので、そうなんですね、これがあることで、はい、少しこう物を置いたりとかできるので、うんうんうん、そういったこう既製品のものでもうまく組み合わせることで、よりこう使いやすいキッチンをできるかなと。本当ですね、はい、ちなみにこちらのお客様のお家を建てる時のご要望はどんなものがあったんですか？はい、一番大きい理由としてはこう軒の深い、さっきの、はい、はい、でテラスがあって、はい、そこでちょっとこうコーヒーが飲めたり、でお庭いじりができて楽しめるっていうのが一番のご要望ですね。外の、そうですね、それともう一つは、はい、廊下がなるべく少ない延べ床、はい、32坪なんですけれども、はい、本当に無駄な、まあ、スペースがない、はいはい、使い切るようなプランっていうのを求められましたね。さっき玄関から入って、はい、今いる、キッチンとダイニングから、うん、リビングまでも全部一続きになっているので、そうですね、はい、廊下がないですね。そうですね。ちなみにこちらの造作家具は、はい、少しはみ出てるんですが、はい、裏側も後ろ向きなんですね。あ、そうですねちょっとこの造作の場合は、はい、ここの壁よりもちょっとこう飛び出してあげて、うんうんうん、そうですよね、ちょっとだけ飛び出てますもんね、はいはい、そうですね、で出てることによってここに少し飾りを置いていただいたりするとこちらからも見えてそちらからも見えるみたいな
ちょっと楽しめる場所に。大きな窓が。そうですね。先ほど玄関から見たテラスが一面に今、はい、見えてる状態ですよね。あ、そうですね。この窓を採用、既製品の窓なんですが、はい、この窓を採用させていただいた時は本当にまだ日本で1番か2番で、はい、本当にまだ初めて、ほぼ初めての、窓なので全然普及はしてないと思うんですけれども、非常に珍しいんですが、この窓のいいところとしましては、幅がまず4メーターぐらい全てこう、窓として取ることができまして、こちらからあちらまでが4メーター、はい、4メーターちょっと。既製品って言われましたけど、はい、これ開くんですか？これが開きます、はい、開くんですね、はい、ちょっとやってみます、はい、形で本当に開けても、ね、閉めても、はい、もう変わらない景色が楽しめるっていうところが一番の、特徴の窓ですね。すごいですね。玄関から見るのとはまた全然違って、はい、緑がすごく近くて、うんうん、で雨が降った時も、はい、もう屋根がここまで出てるので、うんうん、ここまではもう濡れないいい場所として、雨の日でもちょっと椅子を出していただいたりとかして楽しめる場所になってます。あちらもここから庭を楽しめるように、はい、まず、本当にベンチがあるだけで庭を眺めた時も、はい、なんかあそこにも居場所がある、はい、お家のお庭じゃないみたいな、はい、で行きたくなるっていう意図があるので、うんうん、行ってみてもいいですか？あ、どうぞどうぞでこうちょっと木立の中を抜けて、でぜひ座っていただいて、はい、こちらも、はい、玄関から入ってきていただいた時に眺めていただいたように、はい、ここのベンチもこう長い方向を見ていただいて、はい、この庭の深みをより感じていただけるような、はい、風にするためにこの一番奥まったところにベンチの居場所を設けています。真ん中じゃなくて、あえてこう一番奥に持って、そうです ね, ね、はい、これはオーナー様もお手入れのしがいのある中庭ですね。そうですねでもこの綺麗なお庭ができているのはやっぱりそこはもうオーナー様のもう庭に対する、家に対する愛情だと思いますね。嬉しいですね。あ、嬉しいですねもう一度中に案内してもらってもいいですか？こちらですね、川崎さんのところ、ここもこれも気になってました、はいはい、同じようにこうちょっとご一緒にもしよかったら座っていただければ、はいはい、少し腰をかけて、うん、結構車通りの多い、はい、道に面しているお家だと思うんですけれど、はい、一歩お家の中入ると、はい、途端にシーンとするので、これは何か理由があるんですか？これはですね、その既製品の先ほどのサッシを、はい、使ってるんですが、はい、やっぱり気密断熱性能も高いものになりますので、はい、これをちゃんと閉めてあげれば車通りの音もこれぐらいシャットアウトできますので、これだけ大きな窓でも、はい、そういった意味でも今回こちらのうちには採用させていただきました。こちらとあちらに障子があるのは、はい、ちょっとこう和風な感じを、あ、そうですね、されてるってことですか？そうですね。でこちらの障子も、はい、玄関ホールであったような、はい、形でこう軒がですねつながっていくような演出をするために、はい、上げ下げ障子といいまして、少しこういうふうに下げることができます。はい、そうすることでまた軒のつながりを、深みのある、空間をですね演出できるようにしてます。奥が書斎になっているっていう、ね、はい、寝室とお手洗いと書斎になっております。あ、ちょっと秘密基地な感じの、そうですね。でここも開けた時にこう、あ、緑がよく見える、はい、みかんの木が見えるように、設計しておりまして、このみかんの木はもともとこのうちの敷地にあった木なんですね。先ほどのじゃあ中庭にはなかった
また別の緑っていうことなんですね。そうですね、このみかんの木を生かしたところにこう窓を設けてあげて楽しめるようにしてます。本日の動画いかがでしたでしょうか。また次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。ありがとうございました。